木原信都市10月14日から2011年2月13日は日本の技術者、実業家、元ソニー一務、元ソニー木原研究所会長、創業者イブ課題に見出され、ソニー創世機の基礎技術を確立させる、東京通信工業時代からのソニー創世機メンバーの一人。東京府豊玉郡中野町生まれ、 東京府立第二中を経て、早稲田大学専門部工科機械科を卒業後、1947年、東京通信工業に新卒採用1期生として入社。1950年に日本最初のテープレコーダー。1964年にビデオテープレコーダー国産第1号機やベータ方式の VTR、ベータマックスを開発。その他にも電子スチルカメラ。 マビカなどの生みの親として知られる。1970年取締役、1982年専務に就任。1988年に木原の業績を記念し、木原個人とソニーの共同出資で設立された株式会社ソニー木原研究所の社長に就任。各種画像処理、映像処理に関する最先端技術の研究開発、商品開発を手掛けた。 2000年、会長に就任。IEE、e、デビット・サーノフ賞。IEE、e、フェロー。1990年に、死樹法賞を受賞。2011年2月13日、急性心不全により死去。84歳没。ありがとうございます。